もう今度は何何かが爆発したみたいだみんな無事かいお友達が川の向こうで手を振ってたそれは見えちゃいけないやつだお,ーおいアキー戻ってこい今の爆発で原稿用紙が空に空から降ってくる。 チェリーイエスすべてを読まなければいけません真実を受け止めなければまるで呪いねねえチェリーさっきの話の続きをしましょうあなたはこの感情の爆発に何か心当たりがあるのまるで呪いねイメージの世界へ侵入してきた邪魔者への 先生も気になっているそうですよよろしければ話していただけませんかオーケーこのことを話すのは勇気がいりますが隠したままにしておくのもよくないですね原稿用紙に書かれていたパパとプラザーへの思いあれは紛れもなく私の言葉でしたファミリーへの気持ちもそうですし この空間で想像の中のファンタジー世界がフラッシュバックしてワクワクしましたここを私の城にできたらそんな風に考えてもいますだから自分こそがお台場に現れたコードレッドなんじゃないかチェリーはそう考えてるのねイエスなるほどでもチェリーあなたは コードレッドを倒すためにやってきた私たちに消えろとか思っているのあのうそんなことはありませんですが無意識にということもありますしってうっどうしてギュッとするのですか大丈夫コードレッドに感情を犯されて完全に怪物になった人は 心を制御できない。葛藤できているならチェリーは大丈夫だよあっ朔それよりも私はもう一つ最悪の事態を疑ってるもう一つええおそらくもう一人いるのよチェリーと全く同じ心の闇を抱えた人間がねっ 何度も何度もしぶといやつらだな人の城を土足で踏み荒らしてさっさと潰されちまえよその声はあチェリーな,なんでここにいやがる 見をを広めめるたたに世界を旅してたんだよ。今時は脚本もデータで送れるから世界中どこにいても仕事はできるしねしかし皮肉なものだなようやく旅の途中で最高の脚本を書き続けられる理想郷を見つけたというのによりにもよって目障りな妹とばったり再会することになるなんてな旅費はパパに出してもらったのか パパもよく出来損ないなんかに投資する気になれるねフォレスト私が嫌いなのは分かりますでもパパを侮辱するのは許しませんよえフォレストってフォレストブラックベルなんでチェリーのお兄さんが仲間と徒党を組んでその装備はあなるほど 悪魔どもがたまに噂してる覚醒者の舞台ってわけだおいおいこいつは笑えない話だなパパに見捨てられた落ちこぼれが日本人と一緒にヒーローごっことは <laughs> ごっこだと聞き捨てならんな我々の活動を愚弄するのか愚弄するさ知ってるよ君たちは特務の人間だろ 侵食区域がこれ以上広がらないように管理したり選ばれし者を排除したりする愚かなやつらだ <laughs> ここは芸術的な空間もっともっと大きくなるべきだ成長を妨げようなんて愚かな行為だねさっさとここから立ち去れさもないとあんたら全員殺すよ えー、すごいにらまれてるやっぱりあの人がコードレッドええ感情に寄生されているんでしょうね父さんや友坂さんのようにだからあんな風に凶暴な性格にそストッンプちょっと待ってくださいゼェリー 気持ちは分かるけれど相手は明らかに <laughs> えいえそれがフォレストの様子はいつもと同じですえつまりヤツは正気ということかとてもそうは見えんのだが敵意オンリーの視線も原稿用紙への殴り書きも フォレストが普段からやっていたことですへえよく観察してるじゃないかあれだけ蔑げんでやったのにまだ私を直視できるなんてよっぽど M なのかな私はただパパやフォレストに近づきたくて二人が才能のない私を好きじゃないのは知ってますでも それでも <laughs> へえそういう自己評価なのかは<っ>まあいい私の城を荒らすヤツらは絶対に許さないチェリー君が相手ならなおさらね <laughs> 覚醒者とコードレッド 存在同士になっても私たちの兄弟関係は変わらないんですねああ変わらないさ才能で殺し合うか物理的に殺し合うかの違いしかない分かりましたフォレストがそのつもりなら私も全力で迎え撃つだけです